今回も、外撮影のため、猿に代わって、私の方で解説します。よろしくお願いします。セリアの新商品、ソロトーチ、という小さなスウェーデントーチについて、より、上手に燃やす方法に挑戦しています。理想を言えば、一度着火したら、何もしなくても、最後まで、全体が、ゆっくりと安定して燃えてくれることなのですが、なかなか手強い課題のようです。今回は、棒大物 YouTuber の方にも、Twitter で助言をいただいたため、そうしたことを頭に入れて、挑戦してみました。したがって、前回の動画と違い、ソロトーチは、セリアで買ってきて開封しただけの、無加工の品です。よろしければ最後までお付き合いください。さて、
前回と今回の検証結果を総括してみます。前回は火をつける前に空気穴をドリルで開けましたが、着火後は皮膚規模を一切使いませんでした。今回はドリル加工はやってないので準備が簡単でしたが、途中からずっと皮膚規模で息を吹きかけてやらないと消えてしまうので、最後まで少し忙しい感じのスウェーデントーチとなりました。ただしドリル穴を開けなくても皮膚規模があれば4本の柱をきれいに燃やし尽くせることが分かったのは、猿にとって大きな収穫でした。調理のためにこのトーチを使うとなると忙しくなるので、あまりおすすめできませんが、例えば食事の後でトーチを楽しむといった使い方であれば、1時間ほどゆったりと炎を楽しむことができるので、キャンプ場所でできる遊びとしては十分にありだと思いました。皆さんはいかがだったでしょうか。コメントで感想など教えていただけると嬉しいです。なお、理想は放置しておいても最後まで燃えるスウェーデントーチだという思いは変わりませんので、それについては引き続きトライアンドエラーで検証を重ねていきたいと思います。もっとも猿はあくまで趣味として動画配信しているので、気が向いたら程度の遊びですが、今回もご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良かったと思われた方は高評価ボタンと、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。